いやー、俺すごいの見つけちゃったわ。これ2008年5月の記事ですよね。ブログの私の技術の進化、ドライブレコーダーの必要性ということで、もう2008年にドライブレコーダーのことを取り上げてるんですよね。いやー、先見性があるっていうか、時代が早すぎたっていうか、この時ドライブレコーダーのアフィリエイト広告が貼り付けてるんだけど、今みたいな時代じゃないから当然売れないわけですよね。今だったら売れるけど。